アリオ大鳥は、大阪府堺市西区大鳥南町山頂に、立地するセブンアイホールディングス参加のセブンアイクリエイトリンクが運営する複合商業施設で、ある。都市再生特別措置法に基づく、都市再生緊急整備地域に指定された、堺大鳥駅南地域における町づくり政策の一環として、東急車両製造大阪製作所跡地の、 再開発事業により、2008年3月26日にプレオープンし、同月31日にグランドをオープンした。アリオとしては、全国で7店舗目、イトーヨーカドーとして、全国で180店舗目の店舗。店舗開発には、他のアリオ同様に、イトーヨーカドーと、三井物産の合弁会社であった、モール SC 開発が携わっているが、開業後に、 施設の不動産信託受益権を日本リテールファンド投資法人が取得している。伊東洋華道が日本リテールファンド投資法人とマスターリース契約を結ぶことで運営管理は引き続きモール SC 開発が受託している。地上5階、地下1階の店舗には伊東洋華道を各店舗に東方シネマズオトリをはじめとする160の専門店が出店する。 店舗面積4万平方メートル、駐車場収容台数2500台は、いずれも堺市内では、イオンモール、堺北、花田や、イオンモール、堺鉄砲町に次ぐ規模となる。LED 照明の一部採用や、ヒートポンプ式エアコンの導入など、環境負荷の低減に配慮した建物となっている。周辺では、再開発事業の一環として、マンション、公園、 道路などの整備も進められている。ありがとうございます。